シンジ。Loyalist, sheesh. Go down! So he unlocks memoirs for me? The captain and the curious. お前が捕まえたってな。ねえ。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。あ、そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動港に呼び戻された理由も分かっているはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや。ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。鬼はやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ、兄弟。新選組三番隊隊長に任命された
斉藤はじめこと坂本龍馬。隊長としての任務の中で、龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は、期せずして土佐勤王と岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は、斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが武市半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。The Aikidea incident. の獅子ってのはみんないい声で鳴くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜新選組の名を天下に轟かすなあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。たく、だらしねえ。相手はあの人斬り伊蔵だった。仕方あるまい。そういや鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁にや副長くらいにはしてもらえんだろう。いい加減にしろ佐之助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆人中報告を掲げる同志だ。そのことを忘れるな。へいへい、悪うござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身だのは関係ない。当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもない。それが新選組という組織のありようだ。ですよね副長。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。
私のように人中報告のため新選組に入った人間には司令官だの伊藤派だのそういった浮ついた話は飽き飽きだ。相変わらず堅いね松原。私は勤王を歌い京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。 A domain located in southern Kyushu, the area. Okay. 副長、どうか本題に。噂によれば長州の息のかかった男を捕まえたと聞きましたか。ああ、君たちに集まってもらったのは他でもない。今夜、新選組は歴史にその名を刻む。心して聞いてもらいたい。昨夜、監察の山崎がとある勤王志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実はこの男のねぐらから大量の火薬が発見された。大量の火薬やと？そんなもん何に使う気？それを吐かせるために古高を一晩拷問にかけた。そして白状したところ、勤王志士40名による大規模な計画が発覚した。何なんやその計画っちゅうの。御所放火。御所？ほんまなんかその話。ちょっと待ってくださいよ。でもそれっておかしくないですか。勤王って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払わなきゃならないんですか。御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺しにする気だったらしい。なら狙いはわしらっちゅうことか。なんやおもろそうな話になってきてないか。いや、やつらの真の狙いは我々ではない。むしろその先、火災に乗じて御所から帝を奪い去ることにある。帝を奪う？やつらの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝を政治の道具としか見ていないということか。なんてことだ。ねえ、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて切ればええんか。まあそう焦るな。実は今監察の山崎に連中の根城を探らせている。おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに動き出すはずだからな。我々新選組は今夜その根城を襲撃する。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に思いっきり暴れられそうやな。せやけど40人もの勤王志士相手となるとどう戦ってええもんかわからんの。そんなもん切って切って切りまくればええやろうが。お前はそれでいい。せやけど甲州流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将組に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないな賞金目当てなだけやろ。金がないことにはタイは動かせんからの。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんですか。長州の吉田利丸という男のようだが、この計画には様々な藩の人間が関係しているらしく特定が難しい。長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木、中岡とかいう男の名前が出ていたが、何だと。
斉藤、どうかしたの？いや、別に何でも。そしたら吉田と島郎を取れば方針は跳ね上がると。まあそういうことになるだろうな。よし、他に聞きたいことはないな。それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決めておく。諸君はそれまで通常通りに。我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を気づかれるからな。Is like Hajime the only character that doesn't have socks?